加古川温泉は、兵庫県加古川市上層町にある温泉で、加古川市内にある唯一の露天風呂のある温泉旅館。効能はその効果を万人に保証するものではない。露天風呂は2つある展望風呂は2つに分かれているが、その仕切り温泉旅館である、ミトロソ1軒のみの営業。加古川の下流のほど近く、周囲をのどかな田園に囲まれた小高い丘の上にあり、 加古川市で唯一の露天風呂のある温泉旅館である。従業員手作りの露天風呂が人気を博す。洞窟風呂と展望風呂があり、男女が毎日入れ替わる。露天風呂からは竹林越しに張馬平野が望める。露天風呂からは、その時期には中秋の名月を眺めることができる。窯風呂が増築された。旅館には大広間や食堂が併設され、 淡路島から毎朝、直送される海鮮を使った料理が提供される。宿泊、日帰り入島ともに可能。ミトロソーができる以前は、地元の人たちが湧き水を汲み、自宅で沸かして使っていたという。ミトロソーの立つ丘は、室町時代の井口城、本丸跡であり、開業は1965年。かつては、国民宿舎として営業していたが1986年に、 民間経営となり、大勢アビラ社長が自分の入りたい温泉を作りたいと考え、全国の温泉地を視察の末、自ら設計。その際に露天風呂を従業員らが作った。小戸島産の青い石が使用されている。その後、露天風呂は拡張され洞窟風呂が作られたが、その後増築が施された。ミトロの名の由来には悲しい伝説が残る。 15世紀頃の井口城主、井口家春の姫であるビトロ姫に見つつけの家来の青年が一目惚れをし、ある日思いを告白したものの拒まれた。思いを遂げられなかった青年は、思い余って姫を殺し裏山に埋めてしまう。民衆は、姫の死を痛み、石仏を立てて立てまつった。その石仏は、現在も残っており、少し斜め下向きに立っているが、これは、 ビトロ姫が倒れる寸前まで美徳を守ったためと言われている。姫の名であるビトロはその後、水泥などを経て、今日のミトロへと変化してきたという。加古川市上層町井の口520列車、JR 山陽本線加古川駅にて、JR 加古川線に乗り換え、上野駅下車、または JR 加古川線薬人駅下車徒歩20分、無料送迎バスが、 1>, 1日1一便のみある。自動車、ABC 加古川温泉ミトロ、商工式サイト神戸新聞標語温泉めぐり、別世界の露天風呂加古川温泉ミトロ層当番試者、長峰あ子2007年5月8日掲載、加古川温泉ミトロ層じゃらんネット。ありがとうございます。